午前10時24分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に歩行者の情報です。新首都インターの先、三崎山トンネルの路肩で歩行者が止まっています。スピードを控えめに注意して走行してください。続いて所要時間の情報です。現在新清水ジャンクションまで新東名経由で1時間10分ほどかかっています。東名清水ジャンクションまで東名経由で1時間30分ほどかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在新城インターまで10分ほど、岡崎東インターまで25分ほど、東名名古屋インターまで50分ほどそれぞれかかっています。なお11月27日および11月29日19時から翌朝7時まで、新東名上り線長泉沼津インターから御殿場ジャンクション間で橋梁仮設工事のため通行止めを実施します。ハイウェイラジオ新東名、蓬莱よりお伝えしました。